ファイト。大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、長らくやるやると言っててなかなか実現できなかった、マクドナルド選手の、試練の5番、いや6番になるのかな、勝負を行いたいと思います。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスチーム版で、ロジック対戦にあーだこーだと実況をつける動画でございます。実況するのは私、架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーであるマスクド西岡が行います。よろしくお願いします。というわけで、これをこのマクドナルド選手の説明からしておきましょうかね。普通のプロレスファン、新日とかしか知らないという方にはなんじゃこりゃとなるレスラーですが、これもきちんと実在するレスラーです。見た目はもう完全にあの人ですよね。超大企業の、これバレて大丈夫なんかなということはあるんですけども、僕が初めてこのマクドナルド選手、という選手を知ったのは、大阪で行われた DDT の大会、をたまたま、ツイッターかなんかでその試合の模様かなんかを見てて、で、DDT の高木三四郎大社長が、こいつは面白いということで、ピックアップされていました。で初日、平田和樹選手と対戦した、試合があって、シングルでね。でそれで、平田選手といえばもう DDT の中堅といったらあれですけども、立派なメンバー、その平田さんに、平田選手に、ピンフォール勝ちして、その実力も認められて、で2日目、も出場して、なんとその2日目に、高木三四郎大社長から、直々に両国大会への参戦のオファーということが決まりました。でこのマクドナルド選手というのはもともと徳島にで、活動をするうどんプロレス、 UDON うどんですね、うどんプロレスに、という団体に所属するレスラーで、DDT がオファーをしていて、で、急遽両国まで決まったということですね。で僕もそこまで、調べ上げたわけじゃないんですけども、そのうどんプロレスを主催するのが佃さんという方で、佃監督と名乗ってられるのかな。でその方がこの高木三四郎大社長の、屋台プロレス時代ぐらいの時に知ってた顔、知ってた顔っちゅうのね、なんかこう一緒にやってたとかっていう関係があるみたいで、そのつながりもあるということもあるみたいです。ただ今もこの収録をするにあたって高木三四郎大社長の発言なんかを見返してみると、別にこう色物として見ただけとか、その佃監督とのつながりがあるからとかっていうだけじゃなくて、ちゃんとした理由でこのマクドナルド選手を両国に挙げると、彼も導かれた一人なんだろうということで高い評価と、それ以外にもなんか理由があるんですけど、それは今を語らぬというような形で、どうだ、いきなりカウント 2.9 で、見た目はね、このマクドナルド選手というのはかなりあれなんですけども、どっちかって言ったら暖色系ですね。DDT の、暖色 D の選手と同じようなムーブをいくつかやるということはありますが、基本はルチャベースで、きちんと動ける飛べるレスラーでもあります。だからこそ余計見てて面白いというのもありますよね。であとも、最初に見ていただきましたが、その入場するところがドリフのテーマということで、世代的には若い方はわからないかもしれませんが、僕らぐらいであればめちゃめちゃドハマりするというか、もうそれだけで面白いと言わせれるレスラーではあると思います。ただ今回
5番勝負をするっていうので、どういうテーマでしようかというのをめちゃめちゃ悩んだんですね。どうやろうかな、まあ、例えば高木三四郎大社長はやって、他も社長ばっかりでやろうかなと思ったり、いろいろ悩みました。ただ、もうどうせだったらということで DDT とまだ、本格的に参戦したわけではないですから、その DDT との絡みっていうのを、先にこの WMW のファイプロのリングの上で実現させてしまおうということで、DDT のレスラーを何人も作って、そのレスラーたちと6番勝負ですね、5番勝負にまとまらなかったので、6番勝負、もしかすると7番勝負ぐらいになるかもしれません。まあ、6番勝負プラスおまけ番外編みたいな形になるかもしれませんが、今回はこのシリーズをお届けしますのでね。さあちょっと試合の方に集中していきましょう。さあクローが決まっていますが、これは高木三四郎もまた耐えます。ああこの辺いいですね、チェアーズイリュージョンで、これはブレイクになるでしょう。これで反則勝ちになることもあるんですが、さすがに、そういう技には慣れてるというのもあるでしょうね。さあバッククラッカー、マクドナルド選手の必殺技は、マックフライという技名で、コーナー最上段からのスワントーンボムですね。トペアトミコとかになるのかな、まあ、あの系の技ですね。お、それがちょうど言う具合に出ましたね、これですね。でこっからのカバー、さあどうだ、いきなり社長撃破になるか。あーカウント 2.9、 さすがにまあ、今回その、オファーをかけた高木三四郎大社長、大社長でもありながらレスラーとしても負けれないというところでしょう。さあ試合時間が14分を経過、バックの取り合いから、ああこれは再びひまわりボムですね、ひまわりシットダウンボム。これがねファイプロではきっちりとしたやつがないんですけども、まあ今のでなんとか流用してもらうと。あとね、どうでもいい話ですけど、マクドナルド選手の、顔フェイスについては、これはマスクという体でやってます。まあ、ペイントしてるように見た目は見えるんですけども、実際、リアルなマクドナルド選手はマスクをかぶっているので、たまに激しい試合をするとマスクが取れそうになったりしますが、まあなのでマスクマンという枠です。これについてはチャンネル登録者の方から質問をいただきまして、これマスクマンなんであれば、キングオブマスク、今現在チャンピオンというタイガーマスクのベルトにも挑戦できるんですねっていう話になったんですけども、さあチェアーズイリュージョンで決まるか。反則勝ちで初戦を飾ることはできなかった。さすが大社長もこういうのには慣れているはず。さあこのまま決めるぞ、どうだ、あーカウント 2.9。 さあもうどちらが勝ってもおかしくないような展開になってきましたが、おー三四郎ズライン、高木三四郎もそう簡単には決めれない。さあバックの取り合い、どっちが取る、クイックバックブリーカーから再びバックを取りますが、これは三四郎が走って、三四郎ズラインからのカバー、どうだ返せるか、カウント2。ちなみにレフェリーは、松井幸則レフェリーを再現してみました。クローこれ決まってしまうかもしれない、あーブレイク、なんとか助かった。さあああいう系の技がマクドナルド選手は出ますが、さあ高木合戦ドロップキックで制したのは高木三四郎から、テキサスクローバーホールドで決まった。これはワンツースリーファイヤー、いやーこれは大社長が、面目を守ったというところですかね。試合時間18分51秒、テキサスクローバーホールドで高木三四郎がマクドナルド選手からギブアップを奪ったと試合ということで、いきなり 99% 試合評価ねということになりました。
はい、というわけで、始まりましたマクドナルド選手の、ハッピー DDT セット6番勝負第1戦は、残念ながら負けましたが、かなり良いデビューではなかったでしょうかということで、次回もよかったら見てください。次は誰が出るかはお楽しみにということで、ではこの辺でお別れです。また。